省内の美味しい食を首都圏の消費者にも広く知ってもらい、消費拡大につなげようと、庄内柿を使った料理のプロモーション活動が行われました。この日は首都圏とオンラインでつないで、鶴岡市のイタリアンレストランアルケッチャーノの奥田正幸オーナーシェフが調理を実演しました。この活動は首都圏の料理教室で庄内柿を使ったメニューを取り上げてもらおうと、食の都庄内ブランド戦略会議が初めて企画しました。奥田オーナーシェフは、今月に入り収穫が始まった庄内柿を使い、クリームチーズと合わせたメニューや干し柿と庄内豚の煮込みなど5品を披露しました。柿っていうのはバランスがうまく取れてる。いくら奥田シェフといっても柿はそんなにいじってはいけません。お客さんは実は持ってる。あ、そうなんです。でも料理にはここで手をかけすぎちゃうわけ。あ、柿の味消さないでって、ここが大事なんです。調理の様子は首都圏の料理教室の講師4人がオンラインで視聴。講師たちも庄内柿を事前に受け取り、奥田シェフ考案の料理を作りました。その柔らかくなった柿をちょっとこうどんな風に食べたらいいのかっていうのが悩ましいところだったんですけれども、バニラアイスと合わせてジェラートにする方法を教えてくださったんですが、そうすると本当にお店のデザートだなっていう感じがして感動いたしました。首都圏の講師たちは来月から料理教室の中で柿を使ったメニューを参加者と作る予定です。